こんにちは、ヤニックです。夏樹です。今回は無印良品のカレートップ10。10です。10個。一応こちらのサイトを参考に1位から10位まで買い揃えてきました。まあ、早速じゃあ行ってみる。行ってみよう。で、第10位がね、こちら、じゃーん、ジンジャードライキーマ、辛さレベル4。辛そうだね。辛そうやな。265キロカロリーで180グラムですね。うわー、めっちゃカレーのいい香りする。え、ドライって割には結構しっとり結構シャバダバなんやけど、ね。で、第9位はこちら、シチリアンレモンのクリーミーチキンカリー。辛さレベル1、カロリーが255だ。あ、美味しそう。全然色が違う、面白い。何これ、コーンスープみたいじゃん。本当だ。食べてみようか。はい。じゃあ手を合わせて。はい。いただきます。じゃあなっちゃん10位から食べてみて。牛ひき肉の旨味と生姜の爽やかな風味を生かしたドライカレーだそうです。うん、確かに、でもゴロッとしてるよね。うん。いただきます。うまそう。お。辛い。辛いよ結構。今映ってないけどね、なちゃんがピクンピクンしてる。辛すげえ、ピクンピクンしてる。そんなに辛い？うん、結構ね、うん、早めに来るからさ、ピリピリピリっていう感じの。うん、あ、でも味は美味しいよ。あ、確かに辛い。うん、読んでだいぶ辛いね。うん、辛いんだけど、うん、噛むとちゃんと甘みがあって、うん、ジンジャーのシャキシャキがして、うんうん、かなりね、スパイシー。これはね、辛いもの好きな大人がいいですね。うん、子供には厳しいな。うん、なっちゃんも無理だね。ちょっと辛い。でもね、あのひき肉の感じとかはすごい好き。すごいひき肉がしっかり入ってるね。うん、ひき肉なんだけど結構大きめのゴロッとした。うん、食べ応えある。うん、レトルトカレーって結構、うん、シャバシャバしてて薄いのが多いけど、うんうん、これしっかり濃厚な味だから、うん、これだいぶ好きだわ。なっちゃん次は安心して、うん、1だから。よし、じゃあこれどうぞ。対照的だね。ね、いただきます。うん、レモン感があると言われればあるけど、どっちかというとクリーミーが先に来る、うん、辛くない。美味しい。甘い。食べてみます。おー、クリーミー。でしょでしょ。確かにレモンの風味かすかにあるなって感じだね。そうそう、うん、でもね、これコーンスープみたいな、うん、あれ、まろやかな味が好きな人にはすごいいいと思う。うん、うん、優しい味。うん、甘みがあって美味しい。これ子供向け。カレーかって言われたらカレーっぽくないな。うんうん、スパイシーでもないし。うん、確かにカレーらしさは少ないね。うん、うん、これ多分シチューだよって言って出されてもそのままシチューでも食べちゃう感じだね。うん、うん、ちょっと混ぜて食べてみようかな。うん、スリランカカレーみたいな感じ。あ、これどう。結構美味しそうよ。マイルドになりそう。あ、これ美味しい。本当？うん、辛みがマイルドになって、うん、すごくいい。これうまいな。これ2食食いがいいね。うん、いいね、これいい。とりあえず2種類食べました。いや、ジンジャードライキーマが辛いから今めっちゃ俺汗かいてる。そうです。次に第8位がね、うん、ノーマルキーマ。おー、辛さレベル3、うん、ニンニクと生姜の風味が効いたひき肉にガラムマサラを加えて香り高く仕上げました、だそうです。さっきのやつが生姜増し、あ、色が全然違う。あ、本当だ。めっちゃ普通のカレーっぽい。で、第7位がね、はい、なっちゃんよかったね。辛くないグリーンカレーです。マイルドグリーンカレー。辛さレベルは、辛さレベル1です。よし、224キロカロリー、カロリーも低いね。うん、辛さを感じる唐辛子を使わずに、うん、ココナッツミルクにハーブの香りを効かせて仕上げました。うん、お子様にもおすすめだそうです。うん、お、あー、嘘、すげー勢いよく出た。勢い余っちゃった。シャバダバやん。じゃあキーマからいってみる。うん、ドキドキ。そこ3だもんね。いただきます。結構馴染
馴染みのある味、ちょっとスパイスが効いてるかなっていうぐらい。もう色が完全に家庭のカレーの色だもん、日本のカレーって感じ、うん、あ、うまっ、うん、うん、みんなが想像する一般的なあのカレーの味がする。うん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 、辛さね、うん、いける。そんな辛くないな。うん、うん、なんか何だったんだろう、さっきの4辛かったな。うん、確かにさっきのジンジャーと違って、うん、そう、スパイシーじゃないね、うんうん、よりマイルドでお母さんが作った美味しいカレーって感じです、うん、でひき肉が結構しっかり入ってるから、うん、歯ごたえがすごくいい、うん、これいいね、うん、今のところこれが一番好き。あ、ほんと。うん、とにかくね、ひき肉の歯ごたえがしっかりあるのと、うん、でいて結構コクもあってマイルドなのは本当に好き、うん、もう一日寝かしたカレーみたいな感じ。なるほどね、うん、じゃあ次こちらの辛くないグリーンカレー、めっちゃシャバダバやん。スープカレーじゃないけど、うん、とかに近いぐらいの、うん、いただきます。うん、あ、うん、辛くない、全然。グリーンカレー独特の味がする。あのグリーンカレーの味。そうそう、独特の味。あ、全然辛くない、確かにね、うん、あの味がする。ごめんなさい、グリーンカレーってもうあの味としか言いようがないんだけど、本当にね、名前のまんま、うん、辛くないグリーンカレー。あ、そうね、本当にそのまんま、そのまんまの名前のまんまの味。うん、うん、あ、これも美味しい。うん、辛みが苦手な人はいいね。そう、うん、グリーンカレーが好きで辛いのがダメな人はこれすごいおすすめ。うん、うまいね、これも、うん、香りの癖はあるね、あの、うん、独特のあの独特のスパイス臭というか、なんていうのかな、うん、で、うん、あのいつものグリーンカレーって実はあんまり、うん、独特の味が好きじゃないんだけど、うん、これはなんかいける、食べやすい、すごい。これ子供が好きかって言われたらちょっと微妙で、確かにその独特 そう、独特の風味が子供これいけるんかっていう気はちょっとするけどね。そうね、うん、うん、はいはい、全部きれいに食べました。ちょっとね、グリーンカレーすいません、うん、具がちょっと残っちゃってて、うんうん、これできのことかチキンがちゃんと入ってますんで、うんうん、具なしじゃないですか、うんうん、具が映らなかったですが、こんな感じの具が入ってます。じゃあ続いて第6位かな、こちらのマッサマン、うん、どういう意味？マッサマンはね、タイカレーの意味らしいね。あ、そうなんだ。うん、でピーナッツのコクと鶏肉の旨みが特徴のタイカレーって書いてあるね。ここにタイカレーって書いてある、うん、シナモン、ナツメグなど結構あれだね、いろんなスパイス入ってるね、うん、辛さレベルは2です。180g でカロリーは、お、308。あ、マッサマンが食べる、あ、シャバダバ系や。おー、いいね。で、次5位がね、あ、出た、牛バラ肉の大盛りカレー。大盛り、これだけ異常に多いんだよね。何グラム？ 300g、 しかもね、辛さレベル4なんだよね。牛肉の旨味と玉ねぎの甘みを生かし、うん、数種のスパイスで奥行きのある辛さに仕上げました。とのこと、カロリーはさすがの506kcalですね。おお、あ、牛がドロドロ出てきた、うん、あー、めっちゃいい香りする。あ、やべ、セーフセーフ、マッサマン。おー、いいね、牛がめっちゃゴロゴロ入ってる。第6位、はい、マッサマン。いただきます。ちょっと外国風のカレー、タイだからね。そうだ、うん、うん、甘い。チキンと一緒に食べる。いただきます。グリーンカレーとはまた違った、うん、スパイスが効いたカレーだけど、うん、これ辛くなくて美味しい。辛くはないね、うん、グリーンカレーよりかはこっちの方が万人受けすると思う、うん、ちょっと変わったカレー食べたいけどグリーンカレーほどはなって人は、うんうん、なるほど、これがすごいおすすめ、うん、うん、食べやすい。あなたシナモン苦手だけど大丈夫？シナモン臭はすごい薄い。なしないな。うん、なんかシナモン苦手でも大丈夫だよ。うん、
本当にね、あんまり臭みがない、クリーミーでまろやかな、うん、スープカレーって感じだから、スープカレー好きにはおすすめ、うん、あ、芋がトロトロで美味しい、うん、じゃあ次、これ読んだから辛いよ。そうなんだよね、だからちょっとドキドキしながら食べます。確かに辛い。あ、徐々に来るね、辛さが。追い打ちでどんどん来る感じ。追いホットが来る。そうそうそう、これすごい美味しそうだな、うん、多分俺これ好きだと思う、うん、お、うん、あ、これうまい、うん、こんな辛くないね、うん、スパイシーだけど結構コクもあって、うん、これはね万人受けすると思うけど、うん、辛いのが好きだったら、うん、うん、これめっちゃ好きだわ。もうとろみ加減も日本のカレーに近いから、うん、馴染みあるっていうか食べやすいね。肉どうですか？牛バラ肉だから、うん、ホロホロってする感じ。結構でかいのよこれ、うん、満足感もあるからいいね。これいくらなんだろう、これで同じ値段なんだとしたら、うん、めっちゃ得じゃん、うん、だけど5位だな。これよりさらに上があると思うとびっくりするね、うん、肉と一緒に食べてみます。すごい肉の弾力があって美味しい、うん、うん、トロトロいっていうよりかは、うん、ギムギムしたしっかりしたお肉なんだけど、うん、こうパサパサしてなくて、うん、結構噛むと味もあって美味しい、うん、これ多分男性票が入ったな。男はねこれ食っときゃ間違いない。確かにマジで結構気に入った、うん、はい、食べきりました。マサマン後で気づいたんだけど、うん、ピーナッツのかけらとかも入ってて、こうよく味わうとピーナッツバターみたいな、うん、味がするから美味しい。うん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 、よく味わってると結構深い味がして、そう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 、して美味しい。いろんな味するって思った。うん、そう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 。そうで、ピーナッツ あの食感、そうコリ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 するんだよね。そうそう、コリコリして美味しいし。うん。うん、で続いて第4位がトマトのキーマ。キーマ3つ目だね。みんなキーマ好きやな。3種のトマトを使い、炒め玉ねぎを加えて煮込みました。鶏肉が入ってるんだね。マイルドな辛さに仕上げています。うん、レベルは2、233キロカロリーで180グラムね。どれどれ。おお、ドロドロ系。そのイメージよ。はい、こんな感じ。うん、トマトの香りがするね。うん、で次第3位は、ね、結構これ楽しみなんだけど、うん。ブラウンマサラ、エビのクリーミーカレー。ブラウンマサラか。エビの旨味とココナッツミルクの濃厚なコク、うん、カレーリーフの香りが特徴、南インドのシーフードカレーとですね。レベルが2ですね、これも。215キロカロリー。うわ、めっちゃ美味しそう。ああ、いいね、クリーミーで。もう色がなんかザカレーっていうような、うん、黄色い感じだね。うん、よし、あつつつつつ。おお、エビも。ゴロゴロっとね、うん、これなんだろう。なんか入ってる、うん、あ、垂れちゃった、うん、トマトっぽい。じゃあ第4位のトマトキーマからいってみましょうか。いただきます。うん、ちょっと雰囲気変わるね。どう変わった？うん、ミートソースみたい。これパスタにかけてもうまいんじゃないかな。うんうん、こういう味する。赤い、まさにミートソース。うん、うん、ほぼミートソース。トマトだから酸味があるね。それこそカレーっぽいかって言われたらカレーっぽくはないな。ないけど美味しいよ。ひき肉がたっぷり入ってるからこれも歯ごたえがあっていいですね、うん、こうチーズなんかトッピングしたい味だね。あ、いいね。うん、辛さはレベル2なんで、うん、全然大丈夫な辛さですね、うん、多分子供が好きなんじゃないかな、うん、全く癖がない味だから、うん、じゃあ今度はこちら、はい、ブラウンマサラ。エビじゃない。エビの大きさによってシュリンプかブラウンか名前変わる。そうなの。よしじゃあこれだけ。うん、イメージした味とは違うけど、うん、美味しい。クリーミーな感じがうまそうやな。うん、ココナッツなのかな。うん、めっちゃクリーミー。やっぱどっかタイカレーっぽいのあんな。うんうん。そうね、奥の方にタイが入ってる。おってなる。これタケノコかな。タケノコっぽく見えるんだけど。うん。うん。バンブーシュ。タケノコ。なんかあのカレーにタケノコって新しい感じ。
ったり。シャキシャキしてうまいよ。やっぱ辛さレベル2なんで全然辛くないですか。うん。エビがこれ。エビというのを食べてみよう。うん。エビ。プリプリ？プリプリじゃないね。だいぶ煮込まれてるから。あ、そっか。若干パサつきがある。とにかくクリーミーで食べやすいからね。うん。これ結構好きだな。うん。でも意外なものが上の方に来る。ね。だからこれ第3位だよ。でもみんなやっぱり自分家であんまり作らないようなものを買いたいじゃん。ああ、なるほどね。うん。ちょっと変わったものを食べたいっていうんだったらこれいいね、やっぱりね。うん、そうそう。うん。うん。うまい。美味しかったです。じゃあ最後、2位と1位ですね、いよいよ。うん。第2位は、はい、じゃーん、グリーン。なんと辛さレベルマックスです。青唐辛子の辛さとレモングラスなど6種類のハーブの風味、ココナッツミルクのコクが特徴のタイカレーですとのこと。カロリーは262カロリー。おお、めっちゃ具が入ってる。はい、こんな感じ。具沢山ね。そして堂々の1位が、はい、こちら、はい、バターチキン。辛さレベル2です。3種のトマトを使い、酸味と甘みを引き立て、ギーとカシューナッツでまろやかに仕上げました。260キロカロリーね。なんだろう、カスリメティの香りってなんだろう。なんだろう、なんそのイルミナティみたいなやつ。あ、まあトマトカレーって感じだね。はい、こんな感じです。じゃあ、おお、じゃあ、おお、グリーンだよ。具もたくさんでいいね。うんうん、第2位のグリーンカレーからいってみてください。はい、コアゴアいってください。コアゴア。まあでもせっかくだからね、頑張って食べてみます。いただきます。なあ、グリーンの独特な味。ああ、後から来る。ああ、でも辛い。多分こっちはしっかり辛いんだろうね。うん、だいぶね、ココナッツでまろやかに仕上げてあるから。うんうんうん、辛いとはいえ、うん、激烈に辛いってわけじゃないね。うん、うんうん、でもね、ここいつの2辛か3辛ぐらいのレベルだから、ビビるほど辛くないし、うん、やっぱね、カレーはね、辛い方がうまいね。当たり前だけど、うんうん、味はもうもろタイのグリーンカレーって感じだね。うん、でこのね、やっぱね、タケノコがね、よく合う。シャキシャキが、うん、すごく美味しい。うん、汗がダラダラ出てきた。でもこれ癖になるから。あ、そうね、うんうん、もう好きな人は、うん、結構ハードにリピートする味だと思う、うん、すごく本格的な味がする、うん、なんか2位に入るの分かるな、うん、癖になる味、ほんと癖になる味。うん、うん、うまい。じゃあいよいよラスト、うん、第1位バターチキンカレー。あー、どんな味だろう。あー、美味しい。美味しい。まあ、なんとなく1位の、うん、わかる。トマトが入ってるから酸味もちょっとあるんだけど、うん、バランスがめちゃくちゃいいよ。で、食べてみます。あ、わかる。早い。うん、なっちゃんが言いたいのは、うん、酸味とまろやかさのバランスがすごくいいんだと思う。うん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 、そう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 。さっきのトマトキーマは酸味がやっぱ強いから、うん、ミートスパゲッティ食べてるような感じなんだけど、これはね、やっぱバターが入ってるから、うん、その酸味とまろやかさのバランスがすごく美味しい、うん、でやっぱカレーっぽい。あ、そうそうそう、それだけに、うん、うん、あ、まろやかだわ、うん、チキンは、うん、お肉も美味しい。チキンも大きくて美味しそう。若干パサついてるけど、うん、こんなもんかな、うん、まあね、たくさんスパイスも使ってるみたいだから、うん、味も奥深いし、うん、まろやかで酸味もあって、うん、いろんな味が味わえるし、辛くないから子供も食べれるからっていうんで、やっぱ万人受けする味なんだろうなっていう感じ、うん、大人も子供も満足できますね。大人はね、やっぱ複雑な味の方が美味しいと思うから、うん、うん、複雑な味がして美味しい。いいね、うん、うん、はい、食べ終わりました、うん、どうですか、うんうん、好きなカレー。結構最初の方に出てきた、うん、キュウイのシチリアレモンのクリーミーチキン、うんうん、が結構好きだった。でもなんか印象に残るとか、うん、そういう感じだと、うん、やっぱ1位のバターチキンカレーかな。おー、うん、何が良かったの、クリーミーチキンは。なんかちょっと個性的だし、他であんまり食べれない味っていうのが良かったね、うん、バターチキンは。
バターチキンはカレー感も味わいつつ、うん、でもちょっと個性的、自分であんまり作らない味、そうやなっていうのがすごい良かった、うんうん、僕はねやっぱね牛バラ肉の大盛りカレーは、うん、まあ、何よりコスパがいいっていうのはいいし、あ、そうね、うん、やっぱルーがね 300g あるのはすごく嬉しい。でもちゃんとした味で肉もたくさん入ってるから、うん、お得で美味しくて結構いいなって思った。でやっぱね2位のグリーンカレーはめっちゃ好き、うん、エスニックなカレーって大好きだから、うん、グリーンカレーが2位になる理由わかる。あれはね定期的に食べたくなる味っていう感じかな。はい、ということで、はい、トップ10食べてみましたけども、はい、もしよかったらね、気になるなっていうカレーがありましたら無印良品で買って食べてみますね、うん、はい、それでは手を合わせて、はい、せーの、ごちそうさまでした。というわけで、まあ、今回も最後までご覧いただきありがとうございます。いいねやコメントなどしていただけると動画作成の励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。